皆さんこんにちは。1970年代後半から80年代にかけて日本だけでなく世界中のミュージシャンにも影響を与えたロックバンド、それがバウワウです。バウワウは1975年にプロデューサー上野芳美さんの発案で結成が決定したロックバンドです。当初はアイドルロックバンド的な構想でしたが、実力派を一人入れることで純本格的路線に変更します。そのために白羽の矢を立てたのが、当時まだ音楽の専門学校に通っていた山本恭嗣さんでした。山本恭嗣さんの加入により天才ギタリスト率いるハードロックバンドという方向性ができたことで、本格的にバンドとして始動するべく活動に入ります。まず始めたのは当時まだ決まっていなかったベースの人選です。山本恭嗣さんがまず推薦したのが、後にプリズムで活躍する渡辺謙さんでした。ですが渡辺謙さんも本格派として知られており、プロデューサー上野芳美さんの本格派すぎてもいけないという理由で却下されます。その後選ばれたのが山本恭嗣さんと同郷の佐野賢治さんでした。この佐野賢治さんの加入でバンドとしての基礎練習を開始したバンドは、試行錯誤を繰り返していくうちに英詩曲の採用や山本恭嗣さんのボーカル抜擢とバンドの基礎ができていきます。この時バンドが完成していく中で、プロデューサー上野芳美さんはある人物に協力を要請します。それがまだ当時若手の音楽評論家の渋谷陽一さんでした。そして要請された渋谷陽一さんは洋楽ロック専門番組ヤングジョッキーでデビュー前だったバウワウのハーツオンファイアを全国に流すという異例の対応をしました。これにより話題となっていく中で、1975年に発表されたのが山本恭嗣さん、ボーカル、ギター、斉藤光弘さん、ボーカル、ギター、佐野賢治さん、ベース、新見俊弘さん、ドラムの4人からなるロックバンドの結成でした。そして翌年の1976年にアルバム「吠えろバウワウ」でデビューしたバウワウは加速度的に活躍の場を広げていきます。1977年セカンド、シグナルファイア、サード、チャージで精力的に音源を発表するだけでなく、エアロスミスの初公演の前座やキッスの前座を務めるなど、バウワウロック色を強めていきます。そんな中、最初の転機が訪れたのが全曲日本語歌詞フォースギャランティーのリリースでした。このギャランティーの発表で歌謡ロック路線に変更したバウワウはさらに加速していきます。1980年2月にフィフスとなるグロリアスロード、9月にはアリスの矢沢透さんをプロデューサーに迎えたシックステレフォン、そして11月にはスーパーマリオラマ X ボンバーのサントラ組曲 X ボンバーと立て続けにリリースしたのです。このリリースの速さと歌謡ロックへの路線変更、山本恭嗣さんギタープレイの凄さが交わり絶大な人気を獲得していきます。その後も1981年に 7TH ハードドハードドッグ、翌年の 8TH エイジアンブルケイノリリースする頃には国内だけでなく海外での認知度も高まり有名になっていました。するとスイスの音楽フェスモントルージャズフェスティバルに日本代表として出演するだけでなく、レディングフェスティバルへの出演も果たします。レディングフェスティバルイギリスで毎年8月に開催される有名フェスで、モントルージャズフェスティバルに至って言えば世界でも最大規模のフェスティバルです。上記のようにアルバムを発表するどに国内外の評価を高めていくバウワウですが、1982年ナインスウォーニングフロムスターダストをリリースした後、ロックファンが驚くツアーが決定します。それがフィンランド出身の人気バンドハノイロックスと共に英国ツアーを行うということでした。当時のハノイロックスは本格的なアメリカデビューを控えていた超がつく人気バンドです。そしてフロントマンのボーカルマイケル・モンローとギターのアンディ・マッコイはとんでもないカリスマ性を備えていました。そんな中でもバウワウは山本恭嗣さんを筆頭にハノイロックスに負けないステージングを見せ、ツアーは大好評のうちに終了した後、ライブアルバムホリーエクスペディションを発表します。まさにこれから絶頂期を迎えようとしてたバウワウですが、ギターの斉藤光弘さんが石橋亮率いる ARB に加入するために脱退するというニュースが飛び込んできます。そして
1983年11月21日の中野サンプラザでのライブを最後に第一期バウアウの幕が閉じます。斉藤光弘さんが脱退し、山本恭嗣さん含む3人となってしまったバウアウですが、翌1984年になるとすぐに再始動の準備に入ります。まず山本恭嗣さんは元ノイズの瞳元気さんをボーカルに勧誘すると、当時サポートメンバーだったキーボードの渥美玲さん正式にメンバーとし、5人編成になります。さらにバンド名をバウアウの B を V に変え、バウダブルオーダブルバウアウに改名したのです。後に明かされたのが、山本恭嗣さんが画数にこだわっており、バウアウの12画よりバウアウの15画が良いと判断したこと。バウアウという言葉が外国では可愛らしいニュアンスに取られ、ロックっぽくないとこ、そして GO を表す V とビクトリーも意味していることだと明かしています。このバウダブルオーダブルバウアウの改名で、山本恭嗣さんは本気で海外進出を視野に入れ、ボーカル、ギター、ベース、ドラム、キーボードという正統派のハードロックバンドに移行していきます。そしてバウダブルオーダブルバウアウとしてのデビューアルバム、ビートオブメタルモーションを発表すると、バウアウ時代とは全く違う面を見せるとともに、楽曲の高さから瞬く間に注目されるようになります。1985年にはサイクロン、1986年初頭にはスリーを発表します。その後本格的に世界規模な活動を求めたバウダブルオーダブルバウアウは、アメリカでベスト版ショックウェーブとライブアルバムハードロックナイトをリリースし、日本からイギリスにバンドの拠点を移す決断をします。ですが4枚目の新作レコーディング直前、バウダブルオーダブルバウアウとなって初めての転換期を迎えます。それはバウアウ時代からの盟友佐野健二さんが脱退し、音楽業界から足を洗ったのです。理由はワールドワイドな活動を望む山本恭嗣さんとの方向性の違いでした。いきなりのピンチを迎えたバウダブルオーダブルバウアウでしたが、ここで驚きのベーシストを後任として連れてきます。そのベーシストとは元ホワイトスネークのニール・マーレイでした。そしてバウダブルオーダブルバウアウはニールを迎えたレコーディングを開始すると、2度目となるレディングフェスティバルへの出演を果たします。その後4枚目のアルバム5、5枚目のアルバム5の英国版ヘルタースケーターをリリースしました。このヘルタースケーターは全英アルバムチャートで75位にランクインしますが、ベースのニール・マーレーはバウダブルオーダブルバウアウではやり尽くしたということと、ブラックサバスに勧誘され加入することを決め、脱退を申し出たのです。このニール・マーレーの脱退は加入した時よりも衝撃的に駆け巡ります。ですがニール・マーレーを勧誘したのが盟友コージー・パウエルだったのです。山本恭嗣さんも納得せざるを得なく、後任として選んだのが元ライオンズ&ゴーストエスのマーク・ディ・グールドでした。するとすぐにレコーディングを開始したバウダブルオーダブルバウアウは6枚目となるマウンテントップを発表します。この作品はニール・マーレー脱退後だったにもかかわらず、山本恭嗣さんがアメリカ用に作成した自信作でした。ですが自信作にもかかわらず、マウンテントップはアメリカのレコード会社との契約に結びつかなかったのです。バウアウはこのことをきっかけにある決断をすると、1990年末に解散を発表します。そして山本恭嗣さんはワイルドフラッグというバンドを立ち上げ、メンバーそれぞれが違う道に進むことになりました。それから数年経った1995年、いきなり新生バウアウの始動が決定します。メンバーは山本恭嗣さん、ギター、三園翔太郎さん、ベース、三園英二さん、ドラムのワイルドフラッグに堀江哲也さん、ボーカル八重樫博さん、ギターを加えた布陣でした。ですがこの新生バウアウもたった2年での活躍停止になります。理由はドラムの新見俊弘さんの加入により新生度が薄れたのと、音楽的可能性を模索し続けた結果でした。これでもう再結成はないかと思われていましたが、2009年12月25日に渋谷アックスでアトミックルースタープレゼンツアックスの奇跡からベリタス1ナイトダブルオンデア
と題したセッションライブで一時的にバウアウから再結成したのです。そして翌年の2010年12月25、26日に渋谷アックスでバウのすべてオールアバウトバウを行い、再結成、そして解散ライブを行います。ここでバウアウのこれまでのメンバー遍歴を見てみたいと思います。バウアウ第1期のメンバーは山本恭司さん、ボーカル、ギター、斉藤光弘さん、ボーカル、ギター、佐野健二さん、ベース、新見俊弘さん、ドラムでした。その後斉藤光弘さんの脱退により活動停止となったバウアウは、ボーカルに瞳元気さん、キーボードの厚見玲さんを迎え、山本恭司さん、ボーカル、ギター、佐野健二さん、ベース、新見俊弘さん、ドラムの5人編成となり、バウアウに改名し本格的な世界進出を目指します。そんな中で新たに脱退したのが佐野健二さん、ベースです。そうした中で新たに加入したベースが元ホワイトスネークで超大物であるニール・マーレイでしたが、ニール・マーレイもブラックサバス加入のために脱退するとマーク・D・グールドを迎えます。こうした中、アメリカとの契約ならず、バウアウは解散します。こうしてみるとバウアウはベースの脱退が目立ちます。ですが佐野健二さんをはじめ決してトラブルを起こして脱退したわけではありません。最初に脱退したギターの斉藤光弘さんも ARB 加入のためで、あくまで音楽性、方向性の違いでした。実際バウアウが再結成するきっかけになったのが、斉藤光弘さんに誘われて山本恭司さんがレコーディングに参加したからです。その時佐野健二さんにも声をかけましたが、完全に引退しているためにライブには参加していませんが、レコーディングには参加したとされています。またバウアウも山本恭司さん、新見俊弘さん、瞳元気さん、厚見玲さんと佐野健二さん以外のオリジナルメンバーが揃っています。これを見ると山本恭司さんを中心にバンドの絆が強いというのがわかります。そうした中で期待されているのが2010年以来の再結成でした。ですが2023年5月29日にドラムの新見俊弘さんが癌で死去したことが山本恭司さんの X で伝えられます。この新見俊弘さんの死去でバウアウともオリジナルなるメンバーでの活動はできなくなってしまいました。ライブを楽しみにしていたファンも多いだけに大きな落胆の声が聞こえています。それでも中心メンバーである山本恭司さんは未だに第一線で活躍しています。あの世界的人気バンドメタリカにも多大な影響を与えているだけに、何らかの形でバウアウが活動するのを楽しみにしたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。